おはようございます。おさでーす。そうですね、はい、いやいや、うん、ということで、はい、白坂の DVD、はい、なんと、うん、第2弾が始まります。イエイ、ありがとうございます。白坂の前回、結構好評だったみたいで。好評だったんですかね。いやいやいや、まあ、でもそれはそら、そらそうさ、そらそうさ、うん、だって1作目っていうのはさ、はいはい、大体ほら待ってました、うん、買います。そうですよね、みんな2、うん、どうよ。まあ一まあそうですよね。いやまあ確かにその1作目はみんなその、うん、ね、その待望感があったから、うん、手とりあえず出す、ね、出すでしょ。でまあみんなそこでいろいろその判断して、うん、まあ、2弾は買うかどうかどうしようかなみたいな感じの可能性はまあなきにしもあるんだと思います。大体2弾からこける。なんでですか。そういきなり、いやスタートですけど大丈夫。もう気が怪しいです。いやいやいや大丈夫だよ今回は、まあ、はい、強力なゲストがいる。あ、そうですよ。我々二人だけじゃないですよ、今回は。こけたらもうゲストのせいで。なるほど、どんな強力な、うん、もうめちゃめちゃ強力なゲストが来てくださるかもしれないですよ。ただここ皆さんね、あの見て分かる通り、うん、今回は屋内で、うん、あ、そうだそうだ、お届けします。打って変わってですよね。そうなんですよ。前回はあのサイクリング、ね、いろいろね、アウトドアな感じでしたけど。サイクリングじゃないな、そうそうそう、うん、アスレチックとか、ね、アスレチックとかいろいろ、うん、はい、やらせてやりましたけど、今回は果たして何をするのか、うん、はい、まあ、それはまあおいおい説明するとしまして、うん、そのね、うん、早速ですけども、うん、素敵なゲストさんをお呼びしましょうか。はい、よろしくお願いします。もうおなじみのねメンバーかもしれません。まあまあまあ、そうですね。おなめんですね。おなめんおなじみのメンバー略してあ、まあ、まあおなちゅうみたいな。いやまあそういうことです。おなちゅう、そうだよね、まあ、そうそう、おなめんみたいな。自分で言ってつぼんで。確かに。さあその失礼しました。お名前を呼びます。さあ今回の企画に必要不可欠なお名前。結構ね、お名前を大事ですよ。大事なお名前を、ね、お願いします。はい。2人いますな。はい。お、はい。じゃあお呼びしましょう。お呼びしましょう。お名前の2人。お名前。黒い黒いオナメンでしょ。オナメン黒いよ。なんでオナメンブラック、オナメンブラックオナメンブラックブラザーズでしょ。オナメンブラックの阿部大輝です。よろしくお願いします。やだ。オナメンブラックの阿部大輝です。よろしくお願いします。ありがとうございます。我々自己紹介まずしないですよ。あ、お、そういえば名前まだ名乗ってない。いります。一応、いやいや、一応。オナメングリーン。ああ、ゆうすけです。よろしくお願いします。オナメン隠れレッドの酒井東大です。隠れレッド、ブラック。さあ、ということでね、はい、まあ、あの白坂本編の方にはね、もう結構何回か、うん、ゲストさせていただいてますけども、うんうん、今回は DVD ということで、ええ、もうがっつりもう、普段よりもね、うん、交わることになります。交わる。なんだ。オナメン同士。オナメン。どっか。まあまあまあ。どうでしょう。なんかこう意気込みというか、あ、その、まあ、ただまだ何やるかね。そう、あ、そうなんですね。意気込みと言われてても。今日は何やるんだろうね。あ、なんか。お、ああ。指令が。なんか飛んできた。天の声。天の声。天だ。天だ。天の声。指令書。天の声。天だろ。なんですかね。指令書。飛んできましたけど。ほうほう。読んでみて。はい、アマからの指令書。天地。声優らしくいい声で読んでねって書いてある。じゃあいい声で、はい、白井チーム、酒井チームに分かれ、いくつかのゲームで戦ってもらいます。勝利チームには、いい声ですかね、これね。ちょっともうちょっといい声で欲しい。勝利チームには超豪華食材を敷いて、負けたチームは普通の食材を渡します。ゲーム終了後は、キッチンスタジオに移動。各チームに分かれ、男の手料理を作ってもらいます。はぁ、あ、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 なるほど。ゲームをして、そう、買った方がいい食材をゲットできる。できる。最終的にその食材で料理を作る。料理を作る。食べるところまでがワンセット。なるほど。なるほどね。食べるところ。はいはい。ということは、はい、チーム分けをしなきゃいけない。あ、いなきゃいけない。そうだね。しなきゃいけない。あ、じゃあもうそこ完全にグリーンとブラックで。3-1 でも分からないですけど、ね、分けますかね。そうだね、うん、これはでも白坂チームでもいいし、あー、あえてね、あー、あー、それ白坂対オナメンでもいいし、あー、うん、あ、それもなんか面白いし、それか我々もこう別
別に別々になるか。あ、でもシチュエーションには特にはシチュエーションには、あ、いや、白井チーム、佐賀井チームに分かれてる。あ、白井チーム、ごめんなさい、ごめんなさい、白井チーム、佐賀井チームに分かれてる。はいはいはい、なるほど。失礼しました。おかしいでしょ、白坂チームと小田面。いやいやいや、おかしくない。僕らオナメン戦いに来ただけですから、ほんとに。じゃあちょっとね、分けなきゃ、まず。そうですね、始まらないと。これどうしようね。どう、な、どう、どう分けるかね。原始的なやつしかないじゃんけんとか。まあでも、あの、2人の意思を尊重したい。ああ、じゃあ指差しますか。そう、どっちのチームに入りたいか。はいはいはい、入りたいか。これもう、はい、お二方の料理のスキルとかはもう聞かないまま。料理というよりかは、食材の方じゃない、大事なんだ。うん、勝負強さ。なるほどね。とかね、まあ、料理ももちろん考慮してもらっていいけど。うん、はいはいはい。総合的に見て、ちょっとどっちがいいかな。確かにね。これ、まあまあ。かぶったら悲しいけど。かぶったらじゃない。まあまあ、それはそれで別にいないのかいい。かぶったらだってね、そうだよね。どっちかはだって選ばれる。選ばれる。それはちょっと悲しいけど。まあ、まあ、一旦ね、ちょっと2人の意見を聞いて、どうでしょう。せーので。せーので。せーので指さして。はい、指さしてもらって。いきますよ。せーの。あれあれ、じゃあやっぱもう交代じゃない。どうしますか、一応ね、意見は聞きましたけど。いやいや、まあ一応ほら、はい、ちゃんと 2-2 で、うん、だってペアで対決する企画もあるかもしれないでしょ。じゃあそうですね、俺は白井君と今日君妥協じゃん。じゃあなるほどね、まあ先輩先輩チーム後輩後輩。ああ、なるほどね、確かに、ね、面白い。確かに先輩後輩チーム、そう、もう、うん、そうだよね、結構古くからの。そうだね、そうですからね、はい、そうだね、じゃあ投資いきますか、はい、先輩チーム、後輩チーム、ね、あ、じゃあこのチーム分けで、じゃあ、はい、こちらは戦っていきたいと思います。はい、ということで早速企画の方に、ゲーム対決の方に、ね、あ、いきますか、いきましょう、はい。